な、絶好調に。よし、4連休の3日目、なんか全然実感が分かんないけど、今日も朝はね、少年野球に行って、で昼も人教室、祭日やけど人教室あったので人教室やって、まあ今日はよう仕事しましたな。まあ今日の話は明日するとして、もう昨日の話をしようかと思ったんやけど、昨日の記憶がもうほとんどないというね。やっぱ認知入ってるやんいいんやけどね、認知入ってようが何しようが、ね、認知入ったらお母さんのような人生を送ればいいわけで、ね、可愛いお年寄りになるのが一番いいですね。いつもニコ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 幸せやなって言いよったら、周りに何、可愛がられるのでね、いつまでも記憶があってね、でしゃばって言ってると嫌われるんでねもう本当ね、50過ぎたんでね、今までは人を何とかしてあげようとか思ったけど、もうなんか本当ね、最近ね、もう人の人生やなって、好きに生きたらいいやんって本当思いますね。でなんかサポートできたらいいかなぐらいかな。いろんなとこ行ってね、みんなやっぱ人を健康にしようとか、人をどうこうしようって、それは全然悪いことではないと思う。本当にね、いいことです、みんなね。ただ俺がそんだけ熱があるのかなと言われると、もうみんないいやんって、自分の人生ね、送ればいいやんって本当に思う。そういう思いの人たちで集まって仲良くしていけばいいかなと、そんな感じやな。で今日の朝はね、のカモは今日の朝じゃない、昨日、これ今日の朝やったから、もういいや。なんかな、自分のキャッチコピーは何ですかって、もう本当にこういうの言われる、もう鎌脇さんとこのお題はね、もういつも常になんか一緒の答えになるんで、すごい一行なんやけど、笑顔てんこ盛りの人生ですって、キャッチコピーは笑顔てんこ盛りの人生ですってね、笑顔最後まで、人生最後の時は笑ってますとか、もうそんなんなんですよね。それが目標なんでね、それに向かって生きるってどういうことなのって、もう毎日日々目の前に起こることを笑顔でね、言わないといけないことは言うけど、言わないといけないことを言う時にも笑顔で言う、ね、もうただそれだけです。そんな感じやな、そんな感じでしたよ。で昨日は朝ね、ビーチサッカーね、このビーチサッカーはね、本当に僕はこのビーチ、このチームに本当に関わられたのはもう生涯のね財産だなって思うぐらい、でこのチームと関わっててね、本当にみんな笑顔でね、前向きにいろんなピンチを乗り越えていく姿を見て、見るのと、ね、どんなに頑張っても負けるときは負けるし、この試合で勝たせてくれないのってね、でもその時に笑顔になれるか、僕がね、みんなに笑顔になろうようじゃないんですよ。僕一人でもいいから、俺一人でもいいから笑顔でいたらいいんですね。でそういう話をね、ちょっと最初に、最近すごいハプニングがあって、でその時に笑顔になれたんですよねって言ったら、あの代表の人がね、人が良すぎますよってね、もう代表の人が僕に言ってくれるのは本当にすごい好意を持って言ってくれてることなんでね、いや本当そうですよねって思ってみんなに言われるって。でもその言葉を言われた時がね、なんていう、正解丸なんですよ、合ってるよって。だってね、もう一生いい人で一生笑顔で行くっていうことは、一生いい人で行くっていうことですもんね。いい人すぎますよって言われたら、笑顔貫いたっていうこと、ね、笑顔貫いたっていうことですからね。笑顔貫いた、笑顔やったんやこの人、そんなことがあったんやこの人、笑顔やったんや、人が良すぎますよって言ってることですもんね。だから、いや本当ありがとうございますってね、ね、なんかこうありえないことかもしれんけど、だって奇跡ってね、奇跡ってみんなが、あ、そうやねっていうことを
やってても奇跡は起きないんですよね。人からそれはありえんやろうっていうことをやり続けると、その先にうわーすごいこと起きましたねっていうことが起きるんですよね。それは奇跡なんですよね。でもみんなが納得するような、うんうんそうだねっていうことが起きてたら、うんうんそうだねっていうことが起きるんですよね。もう本当にね、あの奇跡の起こし方、奇跡起こる、シナリオルーティーンが分かってしまったんでね、それはとんでもないことが起きた時に、ひとりさんが言うように、とんでもないことが起きたねって、よかったねってね、面白いことが起きたねって、笑ったら奇跡が起きる準備段階に入ってるんですよね。なのでそうで、一番いいビーチ作家で言いたかったのは、今自分がそういうことを言った、その、まあ、自慢話っていうかね、面白い話をしただけじゃなくて、このチームがいつもそれを俺に見せてくれるからね、このチームがそのありえんことが起きた時にみんな前向きに笑顔で乗り越えてるんですよ。それを俺は一緒に経験させてもらってるんでね、このチームは素晴らしいんですよっていうことをね言ってトレーニングに始まったんですね。トレーニングを始めたんです。でトレーニングっていうのはもうコテコテにね、マニアックにね、もうシンプルにね、あの本当にマニアックなことが好きな人はもうすごいあのうわうわやけど、ただ単に筋肉を大きくしたいとかね、なんかきついことしたいっていう人にはちょっとね、ちょっとこう反応が悪いかもしれないけど、もう俺のトレーニングって本当ね、あの意識なんでね、で意識、じゃあ意識できなかったらダメなのじゃないんです。俺の言葉がしっかり脳に入ってるんでね、あとは脳が考える。今日の少年野球でも言ったけど、笑えなくてもいいよって、プラスな言葉をね言ってて全然プラスな気持ちになってなくてもいいよって、無理しなくてもいいよ、俺が言ってる言葉があなたたちの、脳に入ってるし、俺が言って誰かがやってくれてることがあなたたちみんなの脳に入ってるから、あとは脳が考える。こういうこの人はどうしたいんやろうってね、どん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 自分の人生を歩んでいけるんですよ。そう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 、なんかうまく伝えられんけど、うん、そうだね。俺に関わったっていうことはいい人生になるんですよね、みんな。どっかで俺の言った言葉が反応するんやろうなと思って、言い続けますよ。あとは何？そうでね、なんか昼ぐらいに帰ってきたんやけど、それから3時ぐらいのまでの記憶がもう全く思い出そうと思っても思い出せんのやけど、思い出せんのやけど、3時ぐらいから畑をね、耕そうと思ってね、嫁さんに、あ、そうそう、帰ってきて嫁さんと話しよって、なんかね、畑に今から何植えようかなとか思ったら、嫁さんがね、玉ねぎの苗もう作り出したよって言われてね、ああ、じゃあ玉ねぎ植えるのにね、石灰とかね、肥料を撒いた方がいいよって嫁さんにいつも言われてるんでね、じゃあそれして田んぼ耕しそうって、なんかそんな感じで夕方田んぼを耕したんやけど、その嫁さんにね、玉ねぎの苗植えてるよって言われた、そんなたわいもないこうなんかね、嫁さんがなんか俺のためになんかしてくれてるっていう、嫁さんも普通に言っただけやし、そんな感情は入ってないけど、なんかそんなたわいもないほのぼのとしたなんか幸せがね、なんか嬉しくて畑をね耕してよし、ここに玉ねぎ植えようって言ってね、なんか本当にね、幸せって本当に身近なとこにいっぱいねこうあるんでね、もうそれに気づけるか気づけんかだけですよね。で気づく努力をしたんですよ最初は。で努力で気づく努力をしよって、だん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 それがもうルーティーン、なんかこう人の言葉とかこの大自然がね、大自然が見せてくれる感動とかね、気づきとかね、そう、なんか久々夜中にね、目覚こういいかな、いいな、もう大体そんな感じのことを言ったもんな、今日言いたいことはね、これはちょっと余談ない、今思い出したから、言うんやけど、鴨脇さんの、その、
オンラインの中に、なんかお題になるようなことがねあったらこう書いてくださいっていうところがあって、でなんか夜中ポッと思いついてね、人生の中で何やったっけ、でこれは自然と大宇宙って言ったような、人生の中で目指すものやないけど、自分が書いたことが覚えないというね人生の課題じゃねえな、人生の中の2つ、自分の人生の中で2つなんかこう課題じゃないな、ちょっとごめんねこれが出てこんな、あの世から今世やりにくことか、今世人生のやっていくこと、でもそれ大自然と宇宙にはならんもんな、あ思い出せ後でこれにつなげよう、ね、今世って書いたもんな、今世人生でやっていくことじゃないもんな、はあ、でそのお題を2つ、書いてたんやけど、あいっぺん切ればいいや、いっぺん切ろうにゃただいま今世信じてるものを2つ言っちゃいましょうみたいな感じだったんで、今見直したほんでこれをね、今世信じてるもの何ですか、自分と神様です、って書いたんや、なんかこれめっちゃなんか響いたんでね、書いたけどまあ取り上げられんやろなでもそれはなんかすごい自分の中で最近本当にいろいろこういろんなグループにおっていろいろ思うんですよね、メンターを見つけなさいとか師匠をね、探しなさいとか、なんかいろんな団体にね属さないんですよね僕は、ひとりさんのとこ代理店に入っちゃうけど、別にそこに何か、やってる人たちの中に輪には入ってないんですよね、じゃあ何もないのって思うと言われると、いや僕はもうとにかく自分の人生自分と神様がね、と約束してきたこと、それは本当に信じてるんで、それのためにいつもやってるんですよね、それって何かちょっと笑顔になってポジティブな言葉でこの人生を楽しむですよね、もうシンプルなんですよ、でそれを人に言ったってもうそのくらいの言葉しかないから、やっぱみんなはねいろんな団体のいろんなそこのシステムとかプログラムとか、言葉とか、聞いたこともないようななんかこうプログラムの名前とかそういうことを聞いてめっちゃ、それ何ですか、知りたいって、それが悪いとかじゃないんです、それでやっぱその人は魂が向上するんですよね、もう俺はいろんなことを聞いても自分のその信じてるものが揺るがないもんやけ、我が強いって言われればもうそこまでやけど、でもめっちゃワクワクするんですよ自分の人生がね、よし思い出したよかった、ちかこれを後でつなげますね、よし終わろう、今日は何しようかな、そうまあお題はあげられんやろうけどね、今世信じてるものはね、自分と神様を信じてるとね、そうやって嫁さんがね玉ねぎを苗を植えて俺のためにね苗作ってるよって言ってくれただけでもね、めっちゃ幸せを感じれるです。自分を信じてるとめっちゃいろんなことでちょっとしたことでめっちゃ幸せを感じれる、そんな人生でよかったね、はい、ほっほっはっはっはっほっはっはっ、イエーイ、いいぞイエーイ、よし、ほんと毎日幸せてんこ盛りです、大丈夫手塚よ、大丈夫、なんとかなる手塚よ、なんとかなる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 、
ついてる、樹海を。ついてる、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 よっしゃ。高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説の一杯、見てください。ね、素晴らしい。よし、終わろう。なんか、すらっと言えるようになったね、これね。いつも忘れよったんやけど。OK、じゃあ、ついてる笑顔で、な、プチ。おー、よかったね、今ね。でもね、ごめんなさいね。3、4、9で終わるから。よし、じゃあ、プチーに。今日はなんか、めっちゃ、つなげないけ、ひとりさんの言葉を言うのを忘れてました。よし。みんな元気ですか？ひとりさんも元気です。今日はいいことありますよ。朝起きたら、今日は元気だと周りの人に言ってください。そしてとても良いことがありそうな気がすると言ってください。この一言が体に元気を運んできて、本当に良いことを運んできます。はじめに言葉ありきって言うけれど、本当なんですね。いい言葉からいいことが始まる。なんてとても素敵です。ね。素晴らしい。俺の人生このままです。うん、今日はいいことありますよってね。よかった、これ言えて。これを最後に、これが最後になるから。ちょっと順番が違うけど、ひとりさんの言葉はやっぱり一日一回言いたいので。OK! じゃあひとりさんありがとう!にゃ!プチ。